どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとハニーさんです。いやー見てくださいすごいね。引っ越しをしたんです、はい、そしてですね、今引っ越しの片付け荷ほどきの真っ最中で、はい、ちょっと休憩中に撮ってるんですけど、新居に引っ越しました。はい、ですね、長野県南信州に今引っ越してきたんですけれども、はい、まあ昨日一日かけて引っ越ししましてですね、疲れたね、くたびれたけどなんか楽しかった、ね、まあね、うん、引っ越し屋さんもなんかもう超キビキビ働いて、そしてもあっという間に引っ越しも終わり、でまあここからまたね、ガズレレやガズピアノや、はい、まあ、いろんな発信をね、していく予定にしております。でやっぱりね、ちょっと片付けたりね、いろいろあるんでね、更新もね、どんな風になるのか、まあどんどんやっていくつもりで今いるんですけどですね、今後も、ガズレレよろしくお願いいたしますということでございます。夫婦でセッションも次いつできるかな。そうだね、いつかね。そうで、今はもうレイアウトをね、どうするか、このパズルゲームテトリスみたいになってて、まあ間取りが違うし大きさも違うからね、でなんですけどね、まあでも新鮮な空気をいっぱい吸ってですね、南信州の、広い空を見ながらですね、ちょっとゆったりとリラックスして今後も発信できたらなと思っておるんだけど、やっぱりくたびれてるっていうかね、もうなんかハーってなるね。だけどこれが心地よい疲労感で、これからもどんどんこの辺もなんかデスクも周りとか整えていこうと思ってます。はい、はい、そんなわけで今後ともよろしくお願いしますって言っても、もうね12月ももうね中盤を超えて後半戦に突入ということで、このね師走のバタバタした時期にね引っ越しをするっていうのもね、なかなか通な引っ越しだなというふうに思うわけですけれども、間も変わらず、はい、音楽で笑顔になる人を増やすことで僕も笑顔になるし、ということで、ハニーさんもね、一緒に協力してもらってやっていこうと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。で12月24日はね、2人でクリスマスイブのガズレレ YouTube ライブ配信しますからね、皆さんウクレレを、持ってですね、クリスマスソングいっぱい弾いていきましょう。16時からです、12月24日の。詳しくは概要欄にねリンク貼っとくんで、ちょっとそこで見といてください。ほんだ一応ご報告でございます。はい、無事終わりました。無事終わりきってはいないけど、一応積み込みとそうだね、あでもそうまあでも終わったは終わったか、そうですね、そんな感じです。さよなら。